皆様、こんばんは。みんな、大好きウォンニャス速報のお時間です。10月26日、木曜日もウォンニャスの女神、ニャス姫にお付き合いくださいね。ウォンニャス速報の後は、気になる韓国経済ニュースをピックアップするので、最後まで視聴するのよ。これは、お姉さんとの約束よ。では、最初はウォンニャス速報からね。記事のタイトルを読むわよ。韓国証券市場、ウォンニャス速報、開幕は 1352.59。超フルボッコで 1360ウォン突入。では、記事のツッコミを読むわよ。韓国証券市場、ようやく、2つのサイトも復旧して、落ち着くことができると思っていたら、今日の日経平均を見たら驚いた。なんだ、これは、なんで668円も下がっているんだよ。とりあえず、今日の日経平均株価は 36,178 銭、マイナス668円14銭、がトピックスは 2224.25、 マイナス 30.15 ポイント。このように日経爆下げ、ダウはそこまで大きく下がってないのだが、理由は一体何なのだ。少し日経を引用しておこう。26日の東京株式市場で日経平均株価は3日ぶりに反落し、前日比668円14銭 2.14% 安の 3601円78銭で終えた。前日の米ハイテク株安の流れを引き継ぎ、東京市場では半導体関連株が売られた。国内長期金利の先高感も重荷となり、株価指数先物に運用リスクを回避する売りが出て、下げ幅は一時700円を超えた。25日の米株式市場で、ダウ工業株30種平均は反落し、前日比105ドル安の 33,035 ドルで終えた。米長期金利の上昇や、決算発表した大手ハイテク株の下げが響き、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が 2% 強安、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア、半導体株指数 SOX は 4% 強下げて終えた。このように、流れで、日本の半導体関連が売られていったと。半導体関連は、毎年、多額の設備投資を必要とするので、高金利が維持される流れだと売られやすくなる。でも、さすがに700円近く売られるものか。岸田総理は日経だけは上げていたので、投資家に、評価高かったのにそれがなくなれば、ますます支持率下がるぞ。3万円切ったらダメかもしれんな。しかし、下がったのは日経平均だけではない。半導体といえば韓国だ。当然、韓国も無事では、済まなかったコスピは、なんと2300割れた。では、ウォン動向を見ていこう。それではチャートをどうぞ。今回も録画したチャートを貼るわよ。開幕から1352。あれ?昨日10ウォンほど上げて、1348ウォンぐらいだったような。いきなり、ウォンザム出撃と。だが、このウォンザムは出力不足なのか。全く反撃もできずにフルボッコだ。チャートを見れば、一目散に1360へ向かっている。肝心、いくらコスピが死にかけているからとウォンを、このまま放置していいのか。ほら、肝心砲を打たないと、1360超えてしまうぞ。12時頃には1357ウォン。もう、ダメだ。肝心はやる気がない。というより、月末のウォンレート予想が、急に難しくなったぞ。主に出題する側が。それはいいとして、午後も、そこからフルボッコで終了。結果は 1360.0。10.3 ウォン安。なんとピタリ賞だ。しかも、コスピは2300を割れている。というより、64ポイントは年内最高の下げ幅じゃないのか。マイナス 2.71% とか久しぶりに見たぞ。しかし、年内に2200台と予測したら、もう到達したんだが。あと、ウォンは1400だけだな。ツッコミは以上。今日の結果を読むわよ。
2023年10月26日の韓国証券市場。コスダック指数 26.99 ポイント。下降 743.85。終わり値。総合株価指数 64.09 ポイント。下降 2299.08。終わり値。ウォンドル相場 10.3 ウォン安 1360.0。終わり値。投資主体別売買動向。個人が3220億で、買い。外国人が4781億、売り。機関が1100億で、買い。個人と機関が買い。外国人が売り。すごいな。外国人の売りを全く吸収できてない。韓国債と社債の利回り。国庫債券1年 3.761 プラス 0.018。国庫債券3年 4.104 プラス 0.066。国庫債券5年 4.237 プラス 0.080。国庫債券10年 4.392 プラス 0.111。会社債 AA。無保証3年 4.844 プラス 0.034。会社債 BBB。無保証3年 11.294 プラス 0.060。CD91 日 3.8200。CP91 日 4.280 プラス 0.020。国民住宅一種5年 4.592 プラス 0.082。米国債10年利回りが気がつけば 4.95% だ。おかしいな。昨日 4.8% ぐらいだった気がするんだが。当然、金利も上がると。すごい勢いで。ドル円、朝の7時は 150.104。昨日の時点で、円が150円突破した。だが、日銀法は打たれてないようだ。しかし、どうするんだろうな。ここまで円安になって。15時頃には 150.77 まで下げている。151円も見えてきたぞ。17時半頃には 150.392 だ。気になるニュース。さて、対馬の仏像盗難で気になる動きが出てきた。韓国の最高裁で、なんと日本側が勝利した。つまり、7年ぶりに日本へ仏像が返還される動きである。もっとも、すぐに返すかは知らないがな。では、引用しよう。2012年に長崎県の寺から盗まれ、その後韓国で見つかった仏像をめぐり、韓国の寺が中世の時代に倭寇に略奪されたものだとして、所有権を主張し引き渡しを求めている裁判で、韓国の最高裁判所は原告側の訴えを退け、仏像の所有権が長崎県の寺にあると認める判決を言い渡しました。7年半にわたった裁判は判決が確定することになります。観音寺1973年の時点で所有権を取得韓国最高裁。2012年に長崎県対馬市の観音寺から盗まれ、その後韓国で見つかった県の有形文化財に指定されている仏像、観世音菩薩坐像をめぐっては、韓国中部にある部族が、中世の時代に倭寇に略奪されたものだとして、所有権を主張し、仏像を保管する韓国政府に、引き渡しを求めて、2016年4月に、韓国で裁判を起こしました。一審の地方裁判所は、プソク寺への仏像の引き渡しを命じましたが、二審の高等裁判所は今年2月、観音寺が、20年以上、公然と仏像を所有してきたとして、一審とは、逆に、引き渡しは認められないとする判決を言い渡し、原告側が、これを不服として上告していました。韓国の最高裁判所は、26日、日本の民法上、観音寺が法人格を得てから20年経った1973年の時点で、仏像の所有権を取得したと認められるとして、原告側の訴えを退け、仏像の所有権は観音寺にあると、認める判決を言い渡しました。7年半にわたった裁判は、判決が確定することになり、これを受けて日本政府は、韓国政府に対して、日本側への仏像の早期返還を求めていく方針です。盗まれてから7年。ようやく最高裁で判断。これで韓国側がごねる理由もなくなった。所有権が日本の寺にあると確定したのだ。あとはさっさと返せと。それと、仏像の破損などあれば損害賠償請求が。ニュースは以上よ。
対馬の仏像は返して当然だから、特に言うことはないわ。ただ、150円まで下がった円が心配ね。ウォンは1400目指すのだろうけど。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。